どうも皆さんこんにちは、シャックバスです。本日はですね、2019年と、2020年でね、プリンスホテルの、ポイント、必要ポイントっていうのが、変わっちゃったんですよね。これ2019年の、最後の方にね、アナウンスされたことなんですけども、アナウンスっていうか噂みたいな感じで、私は知ったんですけども、2020年になってね、公式に、サイトにね、必要ポイントっていうのが、変更されたのが出ましたので、今回はね、そちらの、必要ポイントの変更をね、まとめていきたいと思います。で、今回もですね、情報量がね、かなり多そうなんで、テキスト動画で、ちょっとお送りしたいなと思っておりますんで、テキスト動画でいきたいと思います。それではね、テキスト動画でいきたいと思います。テキスト動画でいきたいと思うんですけども、この表の見方としてはですね、左側にね、ホテル名がありますよね。で、真ん中が、前回のポイント数、昨年ですね、2019年度で、利用できてたね、ポイント数と、新ポイント数っていうのが、今年、今現在のね、ポイント数と客室っていう感じなんですけども、残念ながらね、プリンスホテルのポイントっていうのは、ポイントが変わると同時に対象の部屋も変わったりするんですよね。ですんで、全く同じ部屋がなかったりする場合もあれば、同じホテルにね、ポイント自体は、ポイント宿泊自体はできるんですけども、部屋が違うとかね、そんなこともありますんで、目安的な感じでね、見ていただいて、ポイントをね、どっちかというとメインで見ていただけたらなと思います。ちょっとね、わかりづらいんですよね。そこだけね、押さえて、見ていただけたらなと思います。で、今回ね、品川プリンスホテル、一番上にありますけども、あとね、新横浜プリンスホテル、こちらね、本当に関東の、とてもね、おすすめのホテルだったんですけども、両方ともね、上がってしまいましたね。今回のね、2020年のね、この新ポイント数としては、ほとんどのホテルが上がってます。上がってる。で、ほとんどのホテルが上がっていて、下がったホテルっていうのはありません。ですね、基本的にはね、全部上がってますね。で、中にはね、同じのね、ポイント数で宿泊できるホテルもあるにはあるんですけども、ほとんどが上がってます。っていうのはね、前提として覚えておいていただけたらなと思います。今まではね、正直ね、お得すぎたっていうのもあるんですよね。この品川プリンスホテル、今回ね、8000ポイントで今年宿泊できて、新横浜プリンスホテルもね、6000ポイントで、宿泊できるわけなんですけども、結構するんですよ、ここら辺。ですんで、8000ポイントでも6000ポイントでもですね、安いことは私個人的にはね、まだ安い方だと思ってるんですよね。っていうので、今までがね、安かったんで、解約っていう感じではあるんですけども、まだ安いんじゃないかなっていう感じですね。で、消滅って書かれてるところあると思うんですけども、プリンスホテルの、対象のホテル、対象の客室もそうなんですけども、消滅します。だから今年、2020年の今回の、ポイント宿泊には、入ってこなかったっていう感じですね。またね、次の、これがまた次更新された時にね、また戻ってくるかもしれないっていう感じですね。今回かなり5000ポイントでね、宿泊できたホテルが、かなりカットされた、そんなイメージを持ちますよね。次行きましょう。で、次ですね。新宿のプリンスホテル。こちらもね、5000ポイントで宿泊できたのが、7000ポイント。新宿で5000ポイントで泊まれたっていうのはね、新宿で5000円でホテルって泊まれるんですかねって感じですよね。ビジネスホテルだったらやっぱりちょっと厳しい部分でありますよね。そう考えたら、7000ポイントでまだ安いんじゃないかなと思います。で、琵琶湖のね、大津プリンスホテルは、消滅。あとね、札幌のプリンスホテルも、なくなってしまったっていう感じですね。次行きましょうか。で、次ですね。こちら、緑の枠かけてあるところありますよね。こちらが、ポイント数が、昨年の、ポイント、必要ポイント数と、一緒っていうホテルになります。それ以外はね、見ていただければわかると思うんですけども、ほとんどは、上がっておりますよね。客室が上がってるホテルもあれば、本当に同じようなね、ホテルで、
上がってしまったっていうのもねあるんですよね。グランドプリンスホテル高輪の、この4万ポイントで宿泊できたねここなんですけども、3万5000ポイント上がってますからね、かなりのスペシャルアップですよね。まあ今までかっていうのが多分きっとあるんでしょうね。で今回も、名古屋プリンスホテルはね、こちらで消滅っていう感じで今回のチャートではね、利用できないっていう感じですね。で次ですね、一番上に、一番上から2番目の、プリンス桜タワー、こちらデラックスツインね1万2000ポイント、私が昨年の10月ぐらいにね出させていただいた、このプリンス桜タワーの解説動画なんですけども、こちらねプリンスホテルで、プリンスホテルのポイントで宿泊してるんですよね。でこのザ・プリンス桜タワー東京は、オートグラフコレクションっていうマリオットとね、ダブルネームでやっているホテルなんですよね。ですんで、マリオットのね、プラチナステータスを利用できるので、ラウンジとかも利用できるんですけども、1万2000ポイントでね、宿泊できたっていうことなんですけども、かなり安いと思ってたんですよね。だいたいね、3万から4万ぐらいするホテルなんですけども、このプリンス桜タワーって。で、それがまあ1万2000ポイントだったらね、かなり安かったんですけども、今回のね、ポイント変更で、3万ポイントに上がりましたんで、実に1万8000ポイント上がりましたからね、かなりのポイントアップですよね。で、次ですね、湯の花プリンスホテル、こちら箱根のね、ホテルなんですけども、一応ね、ポイント、必要ポイント数は、まあ、一緒っていう感じなんですよね。で、一応ね、4名利用可能って前回書いてあったと思うんですけども、それが今回消えてるんで、まあ、大丈夫だと思うんですけども、ちょっとホテル確認、利用する際はね、確認していただければなと思います。まあ、東京、関東からね、まあ、このアクセスしやすい箱根、ね、まあ、これが1万5000ポイントってのはいいですよね。っていう感じですかね。で今回もね、鎌倉プリンスホテルは今回のチャートから、今回のポイント宿泊から消えたっていう感じですね。で、次です。こちらからね、かなり高級ホテルですね、必要ポイントもかなり多い方のホテルですね、プリンスホテルワイキキだったり、ウェスティンのね、ハワイのホテルだったり、まあ、これもね全部基本的に、2万から3万、3万ポイントっていうことで、まあ、1万ポイントぐらいね、上がってまして、プリンスギャラリー、東京はですね、朝食付きになったんですけども、3万5000ポイント上がったんですよね。部屋は一緒なのに朝食付きで3万5000ポイントってすごいですよね。いや、これはね、本当にすごいですね。かなりの、アップですよね。で、一番下の、マウナケアビーチホテルハワイなんですけども、こちらまだ、前ね、ビーチフロントスイートっていう部屋だったんですけども、ホテルビスタ、ゴルフビスタっていう部屋に変わってましたね。っていうことなんで、このビーチフロントスイートはもう利用できないっていう感じですね。これちょっと残念ですよね。このプリンスホテルはね、ハワイにあるんですよね、プリンスホテル。で、プリンスホテルのポイントで、ハワイのホテルも抑えることができるんですよね。まあ、注意点としては、私のね、動画のマリオット系のやつで結構解説入れさせていただいていると思うんですけども、ディスティネーションフィーみたいなね、リゾート料金と呼ばれているものもね、やはりかかるんですよね、このプリンスホテルでもね。ですんで、このハワイとかね、利用した際も、リゾート料金は別にかかりますみたいな注文が、文言がね、書かれておりますんで、そこはね、覚えておいていただけたらなと思います。次行きましょう。で、一応ね、全部これで見終わったんですけども、一応ね、新設ホテルとしては、この苗場プリンスホテルっていうのが6000ポイントで追加になりました。で、あとね、足の子プリンスホテル、プリンス、足の子ホテルですね。ちょっとね、2万ポイントってことでね、かなりポイントは多いんですけども、1個増えましたんでね。で、消滅したホテルはね、まあ、こんな感じっていう感じで、まあ、今回のね、チャートからは、ま、消えたホテルとなっておりますね。まあ、結構消えましたよね。で、次です。次はね、スイートルームの対象の、ホテルですね。今回ね、スイートルームもかなり減ったんですよね。もうちょっとあった気がしたんですけどね。残念ですね。で、一番上の、広島グリーンス、グランドプリンスホテル2万ポイントの、このプリンスクラブフロア特典付きプレミアデラックスツインっていうね、こちらが、
このクラブフロア特典っていうのが、まあ、マリオットでいう、プレミアムクラブラウンジ、エグゼクティブクラブラウンジの、利用券みたいな感じで、まあ、この部屋にと、この宿泊券で泊まると、ラウンジ利用できるんですよね。で、私はこの2番目に書いてあるプリンスパークタワー東京の、このクラブフロア特典っていうのが、去年、一昨年かな？去年か。去年ですね。うん。2万ポイントで宿泊できたんですよね、当時。いや、すごい良かったんですよね。うん。東京タワー、まあ、結構私の動画で言わせていただいてるんですけども、東京タワーの斜め向かいぐらいに位置していて、クラブラウンジからね、東京タワーが見れて、しかもそのクラブラウンジが結構高層階にあるんで、夜景とかも楽しめちゃうようなね、ホテルですごかったんですよね。うん。夕飯時のラウンジでは、目の前で牛肉を焼いてくれたりとか朝食にはキャビアが出てたりとか結構ね、とんでもないあのサービスでしたね。ちょっとあの食事内容はホテルによって変わると思うんですけども、このクラブフロア特典ってちょっとプリンスホテルはやっぱりすごかったですね。私も宿泊してかなりびっくりしましたね。うん。まあそれもね、ちょっともうなくなってしまったんですけどもね。まあそういうのが利用できるのがこのクラブフロア特典付きプレミアムデラックスツインっていう、ホテル、まあ客室になります。で、スイートはですね、一応この一番上はね、スイートではないんですけども、一応ね、クラブフロアっていうので、まあスイートルームの部類に入れさせていただきましたけども、まあスイートルーム自体はね、もう2つしかないっていう感じですね。で、最後ですね、朝食付きのホテルをちょっとね、まとめさせていただきました。ちょっとね、個人的にはですね、ホテル宿泊する際の、まあ、夕飯っていうのはね、まあ、外で食べる方、まあ、ホテルのね、レストランでね、食べる方、まあ、分かれると思うんですけども、まあ、やはりね、翌日の朝の朝食ってやっぱり、ついてるとすごい楽じゃないですか。やっぱりついてないとね、どっかに食べに出なきゃいけないんで、個人的にはこの、朝食付きのね、プランでね、ポイント宿泊使っていただけたらなと思っております。でね、まあ、1万ポイント以上ね、するホテルばっかりになっちゃうんですけども、ぜひね、プリンスホテルね、宿泊する際はね、ちょっと参考にしていただけたらなと思います。個人的には、朝食あった方がね、楽でいいですよね。うん、ホテルも、かなり、ゆっくりね、過ごすことができますよね。いかがだったでしょうか。今回の動画では、プリンスホテルのね、ポイント変更点をね、まとめさせていただきましたけども、ポイントサイトのね、ポイントをマイル、プリンスホテルのポイントを、まあ、どっちでもね、選ぶことができますので、まあ、飛行機はマイルで、ホテルはプリンスホテルのポイントでみたいなね、やり方ももちろんね、今年も、できますんで、もしよければね、ぜひ利用してみてはいかがでしょうか。まあこれね、宿泊費も、交通費もね、これで、節約することができればね、かなりね、滞在中にお金を使うようにすることもできれば、まあ全体的なね、旅行自体のね、コストもかなり下げれるようにできますんでね、もしよければね、ぜひやってみていただけたらなと思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。